はい。えー、お待たせしました。時間になりました。すいません。えー、っと、えー、操作する PC をちょっと急遽変更しましたもので、えー、時間が遅れてしまいました申し訳ございません。えー、っと、本日は雇用問題研究会第7回目。テーマは賃金であります。えー、今日はあの、日本列島各地で大雪で天候荒れておりまして、 えー、首都圏でも、あの、各地で、警報、大雪警報、注意報が出ておりまして、気象庁は、不要不急の外出を控えるよう呼びかけるという、まさに、あのリ、リモート日和という中での、今回は、もう、リモート会見であります。であの、この会見上は、もう、あの、会員は、記者クラブの会員、誰もおりません。えー、っと、私と事務局の3名だけです。 えー、しかし、あえて、ここの会場は、あの、なぜか、この、記者クラブで一番大きな10回ホールで今、行われているということで、なぜかよくわかりません。でも、ちょっと、頑張らせていただきます。よろしくお願いします。で、えー、本日、リモートで、え、やはりご登壇いただきますのは、一つ、つ橋大学名誉教授の野口幸男さんです。え、野口先生、今日はどうぞよろしくお願いします。 野口悠紀雄です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの野口先生、こちらの日比谷の方は今、はい、雪はひとまず止んでおるようなんですが、野口先生のいらっしゃるところはどんな感じでしょうか。はい、私はあの吉祥寺なんですけれども、はい、朝からずっと降り続けていまして、あそうもう二三センチ積もってますね。あ、そうですか。<え>はい、こういう日に積もうとあのリモートでやらせていただくのは。 あの大変ありがたいこと、と思ってま,いります。ああのどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、それ、今日のテーマ賃金なんですが、あの足元の春闘でどれぐらい上がりそうなのかとか、また春闘そのものをどう。 を再構築するのかといったテーマについては前回、日本総研副理事長のあの山田久さんにお話しいただきました。で今回、野口先生にはもっと大きな日本経済全体の視点、えー、などからですね、なぜ30年上がらなかったのかと賃金がといったことも含めて、どうすれば日本人の賃金は上がるのかというテーマでお話しいただければと思います。今今日はですね今から45分間 先生にお話しいただいて、その後一旦、あの2、3分休憩を挟みます。そしてその後、残りの40分ほど、皆さんの質問にお答えいただきます。このズームの画面の一番下にある、この Q&A のところで、皆さんどうぞテキスト入力、どうぞよろしくお願いいたします。司会は、日本記者クラブ企画委員で NHK 解説委員の武田が担当させていただきます。それでは、野口先生、どうぞよろしくお願いします。 野口雄京ですどうぞよろしくお願いします本日お話できる機会をいただきまして大変ありがとうございました、えー、主催をしてくださいました、えー、日本記者クラブの皆様方に御礼申し上げたいと思います、えー、今日は日本人の賃金の問題についてお話ししたいと思います えどうすれば日本人の賃金は上がるのかえこのようなテーマですね、はい。それではえ1のスライドをお願いいたします。日本の付加価値や賃金は1990年代から停滞ということであります。この左側にあるグラフをご覧いただきたいんですがえここにはですね えー、付加価値賃金利益というものを示してあります、えー、付加価値が一番上にある青い線のグラフですね。付加価値といいますのは、えー、企業が生み出したあ価値のことです。えー、これはですね、えー、法人企業統計に付加価値として出ていますが、まあ、これがあの賃金とか、えー、利益とか、あるいは税金の支払いとかですね。 えこういうものになるということです。で、えー、まあ大雑把に言いますとこれは売上げから売上原価を引いたもの粗、えー、利益と言いますが粗利益とほぼ等しい厳密に言うとちょっと違うんですけれど大体同じと考えていいと思います。でこの付加価値あるいは粗利益からですね、えー、賃金や利益が支払われます。 それがこのグラフではですね、えー、オレンジ色の線で賃金の支払い額が書いてあります。それからその下の灰色の線、これが営業利益ですね。えー、付加価値から賃金や利益が支払われる、えー、このことが重要ですで。そしてですね、これらの分配率、えー、特に賃金に対する分配率。 えー、付加価値の中で賃金がどのくらいの比率を占めているか。これはですね、まあ、大体同じくらいなんですね、えー。このグラフからお分かりのように、まあ、大体半分ぐらいと考えてよろしいんですね、えー。この分配率というのは、えー、一定であるということです。営業利益もまあ大体同じなんです。ただ営業利益はその時きのー、まあ、特にカウレート。 によって変動すすることががありますが賃金の分配率は一定とというここですねこの分配率が一定ということが大変重要なことです。で、分配率が一定になるというのはですね、決して偶然のことではありませんで、これは理由があることなんですね。これはあの詳しい説明は省略いたしますけれども、 経済学で、まあ、企業が最適な行動をとる、利益最大化行動をとる、その条件は何かという問題が研究されてますけれど、まあ、それに、その研究から出てくる結論は、ですね、企業が最適な行動をとっていれば、分配率っていうのは大体一定の値になる、技術的に決まる一定の値になるということなんですね。このことが重要です。 分配率は技術的に決められたある一定の率になるので、これをまあ恣意的に動かすことはできないということなんですね。でしたがってあの、賃金を増やそうと思えば、えー、付加価値を増やす、これしか方法はありません。えー、このことがあの大変重要なことなんですね。あのまあ、しばしばですね。 日本の賃金が低いのは、えー、企業は儲、えー、けていろいろため込んでいるけれども、企業はですね、欲、あのー、深い存在なので、なかなかそれを労働者に分配してくれないと、したがって、えーまあ、組合がですね、経営者と交渉をして、分配率を高めてもらうように、まあ、そういう交渉をしないとですね、賃金が上がらない。 こういうふうに考えていらっしゃる方が多いんですね。特にあの、マルクス経済学の影響を受けた方は、こういう考えを持つことが多いんです。しかし、そのことは間違いです。このグラフで明らかに示されているように、あるいは経済理論が言うようにですね、分配率というのはほぼ一定なんです。従って、賃金を増やす ためには分あの付加価値その元になっている付加価値を増やすこれしか方法はありませんで、えー、まあ、付加価値が減ればですね賃金は減ってしまう、えー、付加価値が増えれば賃金が増える、えー、賃金を増やすためには付加価値を増やすしかない、えー、このことが大変重要ですで実はですねこのグラフでご覧いただきますように。 えー、日本の付加価値は高度成長期を通じて、えー、ずっと増えてきましたが、えー、1990年代ごろ頭打ちになってですねそれ以降は、まあ、あんまり増えてない大体あの横ばいなんですねでこれによって賃金もその頃にその頃まではずっと増えてきていたけれど、まあ、90年代の初めごから頭打ちになってそれ以降ずっと と伸びていない。こういう状態が続いています。繰り返しになりますが、賃金が、えー、長期にわたって増えないということがよく言われますが、その原因は付加価値が増えないということなんですね。えー、このことが重要であります。で、これはあの長期的な関係からこういうことが言える。で、このことに関してですね、まあ、90年代の 始めまでずっと増えてきたのになぜここで頭打ちになってしまったのかということが問題になりますけれども、えー、そのことは後で時間があったらあのお話したいと思いますが私は基本的にはこれはですね中国の工業化ということが最も基本的な原因だと思います、えー、中国の工業化に日本がうまく対応できなかったということが価値の増加が この時点で止まってしまった、えー、ということの大きな理由になっているというふうに思うんですね。で、えー、さて、えー、そういたしますとあの、賃金を増やすためには付加価値を増やさなくちゃいけないということになりますが、えー、今あの、まあ、ご承知のように物価が上昇している。従って、賃金が上がらないとですね、えー、人々の暮らしがあ貧しくなっていってしまう。 それでどうしたら賃金を増やせるか。これが大変大きな問題になっています。特に今年の春闘でですね、えー、賃金の上昇率をどうすることができるか。これが大きな関心を集めていますね。で、えー、岸田総理大臣も、お物価の上昇率をお上回る賃金の上昇が必要だということを言ってますし、 あるいは、あの、連合もですね、5%を超える賃上げを要求したいということを言ってますね。まあ、県団連も賃金を上げることが、えー、企業の社会的責任だということを言っています。これらは全て正しいですけれど、ただ、こういうことを言ってても賃金は上がらないんですね。付加価,価値の動向が賃金を決めます。それでは、今、付加価,価値の動向、えー、賃金の動向はどうか。 ここに書いたのは長期的な動きですけれど、短期的な動きとしてどうな,るどうなっているかということを見てみますと、あの法人企業統計を見るとですね、2022年の、えー、日本企業の付加価値はかなり順調に伸びました。えー、対前年比で大体5%ぐらいの上昇率になっているんです。従ってですね、 ま仮に分配率をこれまでと同じようにす,る場です,ねすればですね、賃金の上昇率は5%になるということになりますね。まあ、そうすれば、物価上昇率を多分上回るような賃上げが可能になるということが考えられるんですけれども、ただしですね、そうなるかどうかということは、必ずしも確かではありません。 それはなぜかと申しますと、えー、今、付加価値の増加率が2022年、えー、今分かっているのは7、月期までの数字なんですけれども、かなり順調によって5%になった。ただ、これにはですね、えー、コロナからの回復という特殊要因が作用していると思われます。つまり、一時的にかなり高くなっているんですね。で、もっと長期的な 付加価値の上昇率を見てみますと、もっと低い。例えば2014年からの上昇率を見ますと、まあ、2.8%くらいなんですね。でそうしますと、えー、企業はですね、えー、最近5%上がっているからといって、賃金を5%上げるという決断をするかどうかわからないんですね。特に日本の場合に一度賃金を上げてしまいますと、えー、状況が変わったときに、 それを元に戻すとということが難しいしたがって付加価値の上昇率がですね短期的には5%上がっても長期的傾向的に上がらないと賃上げに動かないということは考えられると思います、まあ、このことはあのデータによっても確かめることができるわけでありまして、えー毎,えー、毎月勤労統計っていう賃金の統計がありますが これで、えー、実質賃金の動向を見てみますと、あのーまあ、2022年4月からずっと実質賃金のマイナスが続いていたんですけれども、12月にはプラスになったんですね。ただ、プラスになったのはです、ねえー、現金給与総額なんです。そして、えー、毎月決まって支給する給与というのを見てみますと、 かなりあの伸び率が低い、実質伸びがマイナスの伸びなんですね。つまり企業はです、ね、今の状況に対応して賃上げをするかもしれないけれども、それは恒常的な賃上げではなくてです、ね、まあ、一時的な手当、あるいは賞与、そういうものによって対応する可能性が強いんですね。したがって、恒、え、常、ー、的な賃上げにこれが結びつくかどうか。 ととといいいいうううことは私はは私、えー、大変疑問ではないかというふうに思います、えー、つまり結論を申し上げるとですね、えー、付加価値、日本企業の付加価値はコロナからの回復でかなり伸び率が高くなったけれども、企業がそれを恒常的な回復とみなさない限り、賃金が恒常的に上がるということは あの難しいのではないか、従って実質賃金がプラスに、伸びがプラスに転じるかどうかということは、必ずしもはっきりしないということであります。それでは2番目のスライドをお願いいたします。ここのスライドにはですね、日本、アメリカ、韓国の賃金の推移をドル表示で示してあります。 えー、日本の数字が、えー、真ん中に書いてある数字でありあのグラフでありまして、まあ、ほとんど横ばいであるということがお分かりになると思います、えー、この2000年以降の期間でですね日本は1.02倍にしかなってないつまり2%しか上昇していないということをですねそれに対してアメリカ一番上にある紫色の線ですがこれは1.2倍になっている まあ20%の増加、えー。もう一つ注目すべきことは、韓国でありますが、韓国の賃金はです、ね、この期間に45%増加しています。つまり、日本アメリカああああの、アメリカ、日本ではなくて、アメリカや韓国の賃金がこの期間、えー、かなり高い伸びを示しているにもかかわらず、 えー、日本の賃金が伸びないということう、ねえー、これは先ほど日本の場合に、えー、付加価値が上昇しないので賃金が伸びないと、えー、いうことを申しましたけれどもしかしこれはあのどこの国でもそうなのかというとそうではないということですね、えー。ここに挙げたのはアメリカと韓国ですが、えー、どちらの国も非常に高い伸び率を示している。 そして韓国はですね、まあ、2000年頃には日本よりかなり低かったけれども、日本を抜いてしまったということであるわけです。で、このようにしてですね、えー、日本が停滞しているために、世界の中での日本の地位がどんどん下がってきている、えー、こういう現象が生じているということになりますね。 えーまあ、特にあの注目したいことはですね、今、ここでご覧いただいたのは平均的な賃金なんですけれども、あのこれをです、ね、いろいろなあの賃労働者の、まあ、階層別に見てみますと、えー、アメリカの場合に特に顕著に見られることはです、ねえー、高度専門家の、えー、賃金、年収の伸び率が、 非常に高いということなんです。えー、アメリカで、あの、ガ a f と呼ばれる企業群、えー、先端的な IT 企業ですね。えー、まあ、これが、あの、非常に成長率が高いということは、皆さんご存知ですけれども、あの、ガ a f a のおで働いている、えー、技術者、特にそのトップの一番あの給与が高いレベルの 技術者この年収が一体どのくらいの額になっているのかということを見てみますと、えー、年収でですね、1億円ぐらいになるということが稀ではないんですね。えー、場合によっては2億円になるということもあります。えー、同じようなレベルの技術者は多分日本ではですね、まあせいぜい1000万円ぐらいでしょう。ですから、 先端的な高度専門家については、日本とアメリカの賃金の格差が10倍、20倍にまで広がってしまった。という、まあ、信じられないような事態が生じているんですね。ここでご覧になっている、その全体の平均でもアメリカの伸び率が高いんですが、えー、高度専門家の賃金が、えー、日本よりずっと高い。 といいう現象が起きています、えー、同じことが実は韓国、あるいはさらに中国についても言えるんですけれども、中国は、えー、平均的なあの賃金通じは日本より低いですが、高度専門家を取るとですね、えー、日本よりずっと高いというような現象が生じています。で、このことはですね、日本の賃金がなぜ伸びないのかということに関する原因を示唆しているんですね。 先ほど、えー、付加価値が伸びないということを申しました。で、えー、その原因は、えー、中国の工業化に日本が対応しなかったということだというふうに申したんですが、えー、韓国とかあアメリカはですね、中国の工業化という非常に大きな変化に対して対応した。それは高度専門家が新しい産業構造を作っていくことによって、 ここの付加価値を高めていいく、えー、そういうことに成功したがって、えーまあ、先ほど付加価値を増やすことが重要だということを申しましたがその具体的な方法というのは、えー、高度専門家が新しい技術を開発し新しいビジネスモデルを作っていくこのことが大変重要な意味を持っていると。 いうことを意味していると思います。このことについては後でもう一度触れたいと思います。それでは三番目のスライドをお願いいたします。ここにはですね、あのまあ特に2022年にな2021年の秋からあ非常に顕著になったあのインフレーションの原因について。 日本とアメリカで違う現象が起こっていいるということをあの示しています、えー、ここにあるのは、まあ、マクロ経済学であのよく使う総需要曲線と総給曲,曲線というものによってそれを示しています。えー、需,要需要曲線、供給曲線というのは経済学でよく使うものですが、普通はあるものについての需要曲線、供給曲線を描きますね。 実はマクロ、マクロ的に見ても、それが同じようなものが描けるというのがこれなんです。で、この場合、横軸には、えーまああの、GDP、国全体の、えー、付加価値を取っています。そして、縦軸には、まあ、物価を取っているんですね。で、相要曲線は右下がりの曲線。相、えー、供,供給曲線は右上がりの曲線です。あま、アメリカではですね、 えー、2021年の秋ごろから起こったのは、コロナからの回復に伴って、需要が増えたということなんですね。えーまあ、コロナでいろいろなあの給付金が支給され、それが需要に結びついたということもありますし、コロナの時に抑えられていた需要があこの出てきたということもありますが、需要が、経済全体の需要が増えた。それによって賃金が増え、 そして物価が上がった、えー、ということがあるわけです。需要曲線が上にシフトしたわけですね。で、これはあのデマンドプルのインフレーションと言われます、えー。需要が増えたために物価あるいは賃金が上がったという現象です。えー、しかし日本の場合に、あのまあ、特に2022年、物価が上昇したわけですが、これをもたらした原因というのは、 えー、あのアメリカの場合とは違うんですね。えー、総需要曲線が右下がり、総供給曲線が右上がりというのは同じなんですけれども、日本の場合にはですね、えー、総供給曲線が上にシフトしたと考えられます。これはアメリカのインフレーションがあの日本に輸入されたということですね。つまり、ユニブックが高騰し、 えー、そしてかつ円安になったために、えー、国内の物価が外政的な要因によって、外からの要因によって上昇したということです。えー、それによって物価が上がったということですね。したがって、アメリカの場合の需要がけん引したインフレとは違う、外政的な理由によるインフレであったということですね。したがって、日本の場合に必要なことはですね、 こ総供給,給,給曲線を元に戻すということ、特にあの必要なのは、あ金融の緩和をやめてです、ね、円安に対処するということが重要だったわけです。まあ、それを行わなかったために、日本で物価上昇が続いたと考えることができます。アメリカの場合には、増えた総需要を元に戻すためにです、ね、金融引き締めを行っている、えー、ということであります。 でえー、それでは4番目のスライドをお願いいたします。えー、4番目のスライド、これは一人当たり GDP がですね、今、えー、どのようなことになっているか、えー、ということを示してあります。一人当たり GDP というのは、賃金とは違いますけれども、まあ、あのほぼ賃金と同じような指標であるというふうに えー、考えていいいたただきたいと思いますで、えー、日本がどこにあるかと申しますと、ずっと下の方にあるんですね。えー、これが日本です。で、えー、世界にはですね、日本よりも一人当たり GDP が、えー、大きい国がすでにたくさんある。日本は、 あまあ、先進国の中では、あの中ごろより下にあるということですね。で、このグラフではですね、韓国の GDP、一人当たり GDP は日本より低くなっています。この右の説明文に22年に日本を抜いたかもしれないと書きましたが、実はこれは間違いで、まだあの日本の一人当たり GDP は、韓国の一人当たり GDP は日本よりもまだ低いんですけれど。 ただあの、このグラフに書いていない台湾がですね、えー、日本を抜きました。台湾の一人当たり GDP はすで、えー、に日本を抜きました、えー。多分韓国もこの成長率が非常に高いということから考えてみますと、えー、日本を抜くということはあの、ほぼ間違いないと思います。この1 2年の年うちに 日本を抜くでしょう、えー、そして、えー、その他のもっと上にある国と比較してみますと、えー、日本の1人当たり GDP はですね一番上にあるルクセンブルクとあの比較してみると3分の1ぐらいでしかないということですねあるいはアメリカに比べると6割でしかない、えー、こういう状況が続いています。 これは、あの、先ほどご覧になったグラフ、あの、賃金でですね、日本が欲張りで、韓国やアメリカが高い伸び率で伸びたということをご覧いただきますが、ご覧いただきましたが、まあ、それと同じようなことが、あの、一人当たり GDP においても、あの、生じているということであります。えー 日本が停滞している。そして世界がですね、えー、非常に高い成長率で成長を続けている。だから日本の地位がですね、どんどん下がってきてしまう。えー、まあ、これはある意味では当然のことだと、えー、言ってよろしいと思います、えー。ルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」という童話がありますが、 あの中に赤の女王というのが出てくるんですけれども赤の女王が言う有,有名な言葉がありますけれども、えー、赤の女王が言うにはですねある同じ場所に留まるためには一生懸命は走らなくちゃいけない、えー、ということを言ってるんですね、えー、まあこれ読んだ時には非常に不思議なことを言ってるというふうに思いましたが今思い返してみますと 赤の女王は今の日本の状況を予言したんだと思います。世界がものすごいスピードで、えー、前進している。で、日本が眠っている。止まっている。だから日本は同じ場所に留まることができないんですね。赤の女王が言う通り、同じ場所に留まるためにも一生懸命走らなくちゃいけない。えー、一生懸命走らなかったんですから、日本の地位がどんどん下がっていった。 えー、これは考えてみると当然のここととであると思います、えー、この問題については後でもう一度あの最後にグラフをご覧いただきたいと思うんですが、えー、その前にですねそれではその一生懸命走ると言ったのはそれは何のことか、えー、ということを考えてみたいと思います先ほど、えー、日本がですね90年代の初め頃に えー、付加価値の増加がとどまってしまって、頭打ちになっちゃったんです。それはなぜそうなったのかということを、これは中国の工業化に、えー、対応しなかったからだということを申しました。でそれはどういうことかと申しますと、えー、中国はですね、1980年代、えー、改革開放路線によって、工業化に成功したわけですね。そしてて安い労働力を使って 安い工業製品を世界中に輸出をし始めたわけですね。で、それまでの先進国の、世界の先進国の主要な産業というのは製造業であったわけです。で、それと同じような製品をですね、中国が安い労働力で、はるかに安い価格で輸出してきた。したがって、これはですね、 当然のことながら世界の精神国にとって非常に大きな脅威になったんですね。で、これに対して世界の政治自国がどう対処したか、えー。この対処した国がこの図の上の方にある国なんです、えー。どのように対処したかと言いますと、それは産業構造を変え、新しい技術を開発すると。 えー、中国の工業に対応したんですね、えー、その典型的な国がアメリカであると言ってよろしいと思います。アメリカは1980年代にですね、えーまあ、経済の不況に、不調に陥って、えーまあ、アメリカの没落ということが非常に明確になりましたね。で、このままアメリカは没落していくのかと思ったわけですが、アメリカは、 80年代、90年代を通じて、新しい産業を作り上げることに成功したんですね。で特にそれが顕著に表れたのは、えー、IT の分野、情報の分野ですね、えー。IT 革命という非常に大きな革命的な変化を実現して、えー、産業構造を新しくした、えー。それによってですね、この 中国の工業化に対応することができたと言ってよろしいと思います。韓国も先ほど成長率が非常に高いということをご覧いただきましたが、これもですね、従来の産業構造を変えることによって、幸福価値化を実現していったということが言えますで。そのことをですね、もう少し詳しく見てみたいと思いますが。 次の５のグラフをお願いいたします。で、ここに書いてありますのは、えー、経済成長の要因をですね、えー、労働力の増加率と、えー、それからまあ,あの資本総備率ですね。えー それを示したものですこの分析は OECD の分析をそのまま、えー、取っているんですがあの、一番右側に書いてありますうのがですね、えー、資,本ー資,本資本総備率とそれから技術的な要因ということですね。で、真ん中の赤い棒がですね、えー、労働力の増加率です。 それから一番左側があの GDP の成長率ということなんです。で今ここが日本ですけれども日本の場合に、まあ、成長率があの他の国に比べて低いですね、えー、低い大きな原因は労働力の増加率がマイナスになっているということですね。これはあの日本が人口構造の面であの高齢化が進んでいる、えー、そのことによってですね えー、日本の労働力が増えない、えー、マイナスになっている、えー、これがですね日本の経済成長率を低めている大変大きな理由なんですけれども、えー、ただ、まああの、労働力の増加率が低いというのは、他の国でもですね、えーまあ、あかなり共通して見られることであるわけですね。 えー、例えばドイツでもおマイナスになってます。えー、韓国もですね、これ、あの今ご覧になっているのは過去の数字です、2000年から2020年の数字ですけれども、えー、韓国の数字、左から4番目にありますね、えー、ここでも、まあ、人口の成長率はプラスなんですけれども、しかし、韓国の成長率、この韓国の場合の、えー、一番左側の経済成長率は非常に高いですね。 なぜこんなに高いかというとその右側の青い線つまり技術成長技,技術の要因があの大きく貢献しているということですねですから日本が労働力の面で不利な立場にいることがいることは間違いなんですけれども、まあ、仮に韓国のような高い技術成長率を実現することができたとしたらですね日本の成長率はもっと高めることが ででききたとということができますだからあの人口の高齢化だから日本はしょうがないというわけだけではなくてですね技術の成長率を技術進歩率を高めることによって経済成長率を高めていくということは過去の時点においても十分可能であったはずなんですね。で次の6のグラフをお願いします。 今ご覧いただいたのは過去の数字なんですが、ここでは2020年から40年にかけて、どういうことが起こるかという将来の成長率の予測について、同じことを示しています。これも OECD が作成したデータなんですね。で、あの、まあ、日本の場合について、 えですね、労働の成長率が、まあ、マイナスがもっと大きくなる、えー、人口の高齢化が大きくなる、えー、つまり経済成長をの足を引っ張るようなです、ねえー、事態が、あのー、今後強くなってくる、えー、これは残念ながらあ間違いない事実なんですでこのことはあのもういわばどうしようもないんですね。あのー、今 えーまあ、日本の出生率を引き上げようということで、えー、岸田政権が児童手当を、この、まあ、所得制限をなくすとかですね、えー、こういうことを考えているんですけれども、私はあの出生率を増やすということ自体は大変望ましいことだと思います。ただ、それがですね、労働力の増加に貢献するかと言いますと、 貢献しないんですね当たり前のことですけれど、今、仮に出生率が急に増えたと、上昇したとしてもですね、その人たちが労働力になるのは今から20年後のことですね。ですから、ここで考えている2040年に関する限り、今、出生率が増えても、別にこの数字は何も変わらないです。むしろ、今後の20年間にとっては、そういう人たちを養わなくてはいけないと。 ということで、まあ、依存人口が増える、えー、経済成長という観点だけからあ考えてみれば、むしろあの成長の妨げになると、えー、言わざるを得ないんですね。であの経済あの、労働力の伸び率がマイナスになるのは日本が、まあ、著しいですが、それだけではありません、えー。このグラフでご覧になると、ドイツもそういう状況になりますね。それから韓国も まあ、そういうい状況になるただし、これらの国々、特に、えー、韓国ですけれども、これはやっぱり高い、技術,あの技術進歩率がです、ね、非常に高い。このために、えー、経済成長率はです、ね、労働力の増加率がマイナスになるにもかかわらず、高い成長率を維持できる、えー。こういうことになっているんですね。まあ、程度の差はありますが あのアメリあのドイツについても同じようなことが言えます。したがって将来を考えた場合に技術進歩を実現できるかどうかこれが大変重要な課題になるということになります。でこれは先ほど申し上げたようにですね、えー、高度専門家を日本が果たして、えー、そのように処遇できるかどうかこういうことに大きく関わっていると言ってよろしいと思います。 それでは7番目のスライドをお願いいたします。えー、ここではですね、えー、先進国から脱落寸前の日本ということを考えてみます、えー。ここに示してありますのは、一人当たり GDP がどのように推移したか、えー、これをですね、えー、OECD の平均を100とする指数で示してあります。 ここ1と1と書いてありますね。1とする指数で書いてあります。で、日本のグラフは山形になっているグラフ、このグラフですね。これがあの日本のグラフです。ちょうど山形になっています。1900、一番左側、一番左側の1970年代頃日本は OECD の半分以下だったわけですが、高度成長を続けて、 えー、平均になり、さらにそれを上回りました。そしてついに、えー、90年代にはですね、アメリカ,メリカがですねこの真ん中に同じ赤でちょっと醜くるって申し訳ないんですが、えー、そうですそれ、で、こう来てまた上に行く、そうですね、これがアメリカですね。アメリカを90年代には抜くに至ったんですね。えー つまり非常に日本は所得が高い国になったんです。70年代の初めに先進国になり、さらに地位を高めて、世界で最も進んだ国になった。これが90年代の初めですね。しかし日本はですね、この辺りがピークで、その後、傾向的に低下していって、現在の位置、2022年の辺りでですね、大体、 また1に戻ってしまった、えー、ということです。で、この後ずっと下がるようなグラフに書いてありますが、これは実際のデータではなくて、えー、この大体このグラフが左右対称になっているということからですね、左側の数字を右側に単に書いただけでありまして、実際のデータではないんですが、まあ、ほっぽっておくとですね、えー、これまで起こったのとちょうど逆のことが起こって、日本は 先進国から脱落し、さらに地位を低めていく、こういうことがありうるということを示しています。日本はちょうどですね、今、1ぐらいの数字、つまり先進国から滑り落ちるかどうか、ちょうどその瀬戸際に来ているということが言えると思います。で、過去を振り返ってみますと、70年代の初めごろ、 えですね、日本は先進国の仲間入りをした。そこから約50年間、日本は先進国の地位を享受してきたんですね。しかし、このままいけば、日本は先進国の地位をから滑り落ちてしまうのではないか、えー、ということが言えると思います。 で韓国の数字、下の数字ねこれがずっと傾向的に上昇しているということを考えると、今、日本、に非常に近いところまで来ていますから、えー、あと1、年のうちに日本を抜くということは、ほぼ確実に言えることですね、えー。仮にそうなった場合にですね、例えば G7、えー、今年の G7 の 解説は日本で開催されますが、果たしてですね、G7 のアジアの代表として、日本がふさわしい国なのかどうか、まあ、仮にそういう議論が起こったとしてもですね、日本がそれにどう抗弁できるか、これは大変難しいと言わざるを得ないと思います。えー、過去の時点を見ますと、これとは全く違う状況だったんですね。えー、日本で G7 の 会場日本が G7 の会場になった何回かありましたが、えー、印象深く思い出せるのは2000年の時ですね2000年の頃、えー、ちょうど沖縄で、えー、G7 の会合を行いました 2000, 2000年というのはですねこのグラフで、えー、ご覧になっていただくとちょうどあの日本の値がですねアメリカよりもあの、まあ、大体同じくらいたまたまこの年には 日本の値がアメリカよりも高いですね。えー、まさに G7 のトップに日本がいたわけですね。今、状況はどうなっているかと言いますと、今、日本は G7 の中でイタリアと最下位を争っています、えー。大体同じくらいですね。今後どうなるか、ちょっと予測ができませんけれど。 え前の開催時には世界のトップであったにもかかわらず、えー、今年はですね、えー、再開位を争う、そういう事態になってしまった、えー、大変残念なことだと言わざるを得ないわけですが、えー、この事態をですね、一体どのように挽回することができるのか、これがあの私たちに課せられた大変重要な課題ではないかと。 いうふうに考えております。私のプレゼンテーションは以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。この後、ここに参考文献がございますので、今日お話しいたしましたことを、こういうことに書きましたので、ご覧いただければ大変幸いに存じます。それでは私のプレゼンテーションは えー、これで終了にして、あと、えー、休憩の後に、えー、Q&A に移りたいと思います。どうもありがとうございました。はい、野口先生どうもありがとうございました。えっ、ー、とそれではここからあの少々休憩に入ります。えー、時間は1時52分、1時52分を目処にしたいと思います。はい、でそれから質疑応答に移ります。あの皆さんどうぞ Q&A で、えー、テキスト入力質問を入れてください。よろしくお願いします。それでは一旦休憩です。 はい、それでは52分になりました。えー、今日の会見再開したいと思います、えー。今日は野口先生に前半45分 大変重要な問題点。今、日本がいかに瀬戸際にあるかというお話をいただきました。で、まず、あの、質疑応答皆さんの質問をいただく前に、2問ほど、あの、私から、あの、お聞かせ、あの、聞かせていただきたいんですが、えっと、まず、あの、足元の話でですね、えー、この春闘でのその賃上げを目指して、えー、久しぶりにその政労使会議、つまり、まあ、 政府が、口先介入ではありませんが、政府が入って、少しでも賃上げ、えー、よろしくお願いします、ということで、その5%、政府、連合が目指す5%賃上げ、政府が言う、岸田総理大臣が言う、物価を超える賃金上昇を目指してですね、政労使会議を開くという、今、大きな方向性が出てきております。これについて、野口先生、この政労使会議、これ、 どこまで意味があるのか先生のお話をまずお聞かせください。よろししくお願いい。ます。はいえー、私は政労使会議というような会議、まあ、他の名前でもいいですが、はいあのー、会議を開くのは大変結構なことだと思います。えー、賃金、物価を超える賃,賃上げが必要である、うんえー。それも必要だと思います。経団、うん、連が言っている賃上げはあ企業の社会的責任である。うん、それも、 結構だと思いますでこういうことはずいぶんやっていただきたいと思いますがただそれが賃上げに結びつくかと言いますと大きな疑問であると言わざるを得ません、うんえー、政府はこれまでも春闘に介入してきましたそして春闘の賃上げ率は、えー、従来より少し上がったけれども経済全体の賃上げ率はほとんど変わらなかったという状態が安倍政権の時に続いたわけですね えー、賃上げが企業の社会的責任、その通りですが、しかし、えー、先ほど強調しましたように、付加価値が増えないで賃上げを行えばですね、企業は破綻しますね。えー、ですから、えー、議論することは大変結構なことですが、それでは賃上げは実現しない。うん、というのが私の考えであります。繰り返しますが、えー、賃上げのためには付加価値を増やすことが必要であり、 そのためには、新しい技術を作り、新しいビジネスモデルを作る。それしか方法はありません。なるほど。はい、ありがとうございました。そこで、日本、あの、二番目の質問なんですが、つまりですね。あの、今日。えー、先生からお話しいただいたのは、まさにその付加価値を上げないといけないんで。で、えー、アメリカガーファーに見られるように、結局なぜ。 付加価値を上げられないのか日本は、それは高度専門家によるそのブレイクスルーになるようなです、ね、技術革新というものがやっぱりできなかったんだとすると、その高度専門家をこれからどう日本は増やしていけるのかその人たちがどれだけ活躍できるようにするのかどう我々は偶然すればよいのかということがあの焦点になってくると思いますが。これは 先生どうお考えですか人材の育成と活用ということは基本的な重要性を持ってますね。えー、まずその人材の育成という面で日本の教育制度特に高等教育制度が非常に不満足な状態にある特にディジタル人材の育成に関して全くあの不十分です、うんえー。日本ではですね例えば工学部でも従来の ものづくりを支えるような学科っていうのはあるんですけれども、うんえー、コンピューターとかデータとかですねそういったようなものを専攻する学科は非常に弱いんですねしたがって日本の大学制度高等教育制度を変えていく必要がありますがこれは極めて難しい問題ですね、うん、もう一つの問題は、うん、こういう高度専門家を企業がですね えー、そのように評価する、つまり高い給与を与えるということをですね、えー、日本の給与体系というのは、まああ、横並び的なものになっていて、特に新卒の採用においてはですね、どのような能力を持っているかということと、まあ、ほとんど無関係に横並びになっている。こういうことではですね、えー、高等教育であの高い技能を身につけたとしても、全く報われない。 といいう状況になっています、まあ、こういうことに対応してですね、例えばジョブ型雇用の採用ということが言われていますが、私はこれはあの進めるべきことだと思っています。ただし、いくつかの会社がジョブ型雇用を進めただけでは、問題の解決にはならないんですね。ジョブ型雇用というのは、一つの専門的な技能を持った人がいろいろな企業で仕事をできるということですから、 日本全体にそれが広がらない限り、効果は発揮できないと思います。したがって、これもまあ大変難しい課題であると言わざるを得ないと思います。うん、はい。えっ、ー、と、それでは。えっ、ー、と、会員の方々の質問を受けしたいと思いますが、今、あの、ええー。 質問来ていますのが、えー、まず毎日,毎日放送、石田と申します。えー、長い時間を経ても日本が産業構造を変えられなかったことには、どのような要因があったのでしょうか。ちょうど今、あの先生がおっしゃった、そのジョブ型雇用と関係してくる話だと思いますが、えー、日本的年功序列のいわゆるメンバーシップ型の雇用体制は影響していたのでしょうかというご質問です。お願いします。はい はい、分かりまましたあの大変重要なご質問だと思います先ほどもちょっと触れたことですけれども基本的な原因は私は1980年代に中国が高揚化した、うん、ということだと思うんですね。うん、でこれに対応するために何をしたかといいますと日本は円安政策をとり賃金を抑えたつまり安売り政策を取ったわけですね。うんえー、安売り政策を取ったことによって そそれまままでののの高度成長型の産業構造をそのまま温存したんですねしたがって人々はずっと前と同じ会社で働ける、うん、え他の会社に移ってですね新しい技能を身につけてとうとうやるのは嫌だというような声に対応した安売り戦略を取った私はまあこれをですね 本当は手術が必要だったにもかかわらず、麻薬でごまかしたと表現しているんですが、うんえー、産業構造を変えることが必要であったにもかかわらず、それを拒否して、麻薬で痛み止めを行った。うん、その結果が今に至っていると思います。先ほども触れましたように、世界の国々はこれに対して新しい産業構造を作るということで対応したんですね。で、えー、年功調列型の 賃金体制ということがこれに関連していることも間違いありません。まあ先ほどの十分型雇用ということもありますが、賃金体制も高度成長期型のものがですね、基本的には今に至るまで引き継がれている。うん、えこれはあの変化を妨げる大変大きな要因になっていると思います。なるほど。あの先生それについていきますと言いますとその先ほどその 付加価値がとにかく上がらない。その付加価値の上がらない要因としてですね、例えばその一つの要因としてはマークアップ、値付けの問題があると思うんですね。つまり高い価格で売れれば、それは当然その付加価値も上がるわけですね。ですから付加価値が低いから高い値段で売れないのか、高い値段をつけない。つまり価格転嫁ができない。 ずっとその安い値段で作ることを強いられる。ですから、ここのところの仕組みを変えないと、あの、もしそのブレイクスルーするような、あの、高度なその技術革新、これができるのがまず、あの、第一に重要なことなんでしょうけど、その手前の話として、いつまで経っても、その価格が上げられない、ずっと抑えられる、この流通構造の問題、 っていうのはありませんか。同じものをですね。高い価格で売れば売り上げが減ります。はい、ですから付加価値は増えないですね、うんえー。価格を上げて付加価値が上がるっていうのは品質を高くすればですね。はい、つまり先ほどのように技術を開発して新しいものを作って、それが価格の高いものであれば付加価値が増えるんですね。うん、それをしないで値段だけを上げれば売り上げは減ります。付加価値は増えません。 だから中身が増え中身の質が上がることが重要なんです、はい、まあ当たり前のことなんですけれどはい、はい、でただそのそれでいきますと要するに少し少しみんなでその少しでもいいものを作ってもやはりその基本的にずっとコストが安いのが当たり前価格があの少しでも毎年毎年少しでもその価格をコスト とカットしていくのは当たり前というこの流れそのものは変えないといくらいいものを作ってもあのより品質のいいものを作ってもそれがちゃんと高く売れるっていうその全体の構造にならないといけないということはありませんかコストをカットすることは効率を上げます価値を増やしますよ、うん、同じものを作っているのであれば、はい、同じものを作ってコストがカットできればですね、はい それは技術革新の一種です。はい。それによってクラッチは増えます。はい。なるほど。で、はい、あのー、その、それから、先ほどのその高度な、その技術者をどう活用していくのかという話でいけば、はいはい、一応その政府としてもですね、デジタル田園都市構想とかですね、いろいろそのデジタル化。 に向けていろんなその技術革新を促したり、それをもっともっとその地方創生なんかとリンクした形であの育てていこう、生かしていこうということは、これまでもあの計画として出しているし、そこにお金もつぎ込んでいるんですけど、それがうまくいかないのはなぜなんでしょうかね。ああのののデジタル田園都市構想について申しますと私にはあの計画の、はい 内容は理解でできないんです、はい、2500万人の DX 人材を育成,あの育成すると言ってますけれども2500万人250万人でしたっけ、はい、あの2500万人かなとにかく遠方もない数のですね、はい、デジタル人材を育成すると言ってんですが一体そういう人たちがどういう人なのかわからないんです、はい、あのつまりですね要するにグーグルのトップエンジニアのようなですね 新しい絵の技術を開拓できるような人なのか、それは大変難しいことですよ。うん、それとも、スマートフォンの使い方をおじいさんに教えるような人材なのか、うん、そこが全くわからないです。うん、あの計画というのは、私は一番わからなかったのは、一体どういう人材が必要かですね。それがわかりませんでした。うん、で、デジタル人材、デジタル田園都市構想によって、 私は日本のデジタル化が促進できるとはあのそのために全く理解できないんですね。うんで、もう一つ重要なことはですね、補助金をつければいいという考えを私は全く間違えていると思いますあの。企業の生産性を高めるために最も重要なことは補助金を与えないことです。 GAFA は政府の補助金によって成長したのではないんです。新しいアイディアをいろいろな企業が生み出して競争をして勝ち残ったものが今の GAFA なんですね。で、補助金というのはそのようなあの競争を阻害します。ですから、生産性の向上のために日本政府がまずやるべきことは補助金を一切やめることです。半導体の工場を日本に誘致するために4500億円の 補助金を出すとかですね、うん、そのようなことを一切やめることですね。補助金をやめることは極めて重要です、うん、とするとかなり今の,その日本のような今のこの状況でですね本当にあのそういうその産業的なその保護政策というのをあの温存政策というのをあのやめるっていうか制限するとなると多分相当なその痛みっていうのが 産業界経済界にもたらされることとなりますがそれはやはりそこを経なければいけないということなんでしょうかねだから痛みが嫌だからずっとマイクを打ち続けてきたと、はいはい、20年30年にわたってあの打ち続けてきたということですよね、うん、ですからそれがいいっていう価値判断はあり得ると思いますよ、うん、みんなで貧しくなろうっていう価値判断はあり得ると思いますただ私はそれでは困ると思っているんですね、うん あのそうしますととにかく日本の場合には基本的にはあの中小企業庁を含めてですねきちっと中小企業も助けてつまりまず雇用を守るためには企業を助けるというのが基本的なその政府の政策にあると思うんですけどそれに対して例えばあの北欧を中心にです、ね、やってる政策っていうのはあの積極的労働市場政策と言われてるような政策は企業を守るのではなくて 労働者を守るともちろんそうです。競争力があるのは企業ではなくて、労働者なんだと。だから企業は <laughs> 先ほど来申していることで、労働者の能力を高めるために高等教育機関を改革する必要があると言いましたよね。うん、そしてその人たちに高い給与を払うように、あの企業が雇用制度を変えるべきだというふうに申しましたよね。はいはい、だからもちろん今後すべきこと対象は 企業ではないです。労働者ですよね。うん、それは相当、その我々の思考転換というか、はい、考え方を変えていかないとダですね。そ,すえー、それを二三十年やったからダメになった。と。うん、だから私はあの赤の女王の予言は正しいと思うんです。うん、同じところに留まるためにも一億枚あの走らなくてはいけないのに、眠ってたんですから、遅れるのは当たり前だろうと。うん いうことですね、ただ繰り返しますけど居、はい、眠りできる方がいいんだっていう価値観はあり得ると思いますよ私は私は反対だと言ってるです, <laughs> ですからそのみんなでこうやって我慢して、うん、みんなでまぶしくなろうよっていうそういう価値観は当然あり得ると思います私は日本はそれを取ったんですよね現実に今までそう取ってきたんですよ、うん でもこれはその大きなその価値転換というか方向転換はいするにはどうすればいいんですかね結局こうやってやってる限りは多分これからも続くんですよね先ほどのグラフ一番最後にあの示したグラフをご覧になってください、はい、あの通りのことが起きますね、うん、どんどん右側で下に下がっていきますね、うん、それを私は食い止めるべきだと思ってるんですね、うん、なるほど だからこのままどんどん下がっていったって構わないよという考えはあり得るんじゃないですか。うん、で、事実ですね、うん、いろいろな企業のランキングを見てみますと、はい、項目によってはそうなりつつあるんですよ。例えば、その IMD のランキングご覧いただきましたね、はいあの。あの、いろいろな再項目を見てみますと、うん、日本の地位は、の今日は、あの、 ランキンキグ出ししまませんでしたすみませんんでたがすスイスのですね、うんあのー、大学院研究機関である IMD というところが、世界の,あの企業のランキングを行っているんですね。で、それで63カ国中、日本は22年、確かあの36位なんですけれども、うん、ただ、項目によってはですね、63位っていうのもいくつもあるんです。特にデジタル関係の項目で、企業の効率性とか。 世界最下位なんです。日本の企業はアフリカの企業と同列なんです。モンゴルの企業と同列なんです。常にそこまで下がってるんです、日本は。だからそれでもいいっていう考え方はあり得るけれど、あまりにそれはひどいんじゃないですか。うん、私は何とかしなくてはいけないと思ってるんですね。うん すみません、その野口先生にあんまりその具体的なことをどうすればいい、はい、どうすればいいって聞くのも、それもあまりいや、それ具体的なことを言ってるので、補助金をやめると、うん、半導体の工場に補助金を出すのはやめなさいと、私はリスキリングに補助金を出すのも反対です。リスキリングもだめ。もちろんだめですあ<ー>、はい。あれは自分が労働あの、一人一人がですね、はい、勉強すればいいことであって、補助金をもらって、 セミナーをやるのが目的ではないいと思いますねそうすると今本当にその各企業でえその働いている人がそれぞれがその危機感を持ってじゃあどうすればそのデジタル的なその対応できるかなってその人たちがそのえっとそういうノウハウをちゃんと蓄積していくってねこれはだけどそれを後押しする政策としては 後押しするべきではないと思いますよ。よ一人一人が自覚しなくては事態は変わらないですね。うん後押ししようと思うからそれによりかかってしまったなるほどということですよね。いうことですよね。でもそれは当然のことだと思うんですけど。一番それの大きなものが円安なんですね。先ほども触れたと思いますが。はい、円安っていうのは企業は何も努力しなくても利益がかかるんでしょ 依存したんですね。うん。何もしなくても利益が上がるんだったら当然それに依存しますよね、うん。うん。なるほど。しかしその具体的にじゃあそうやって本当に一人一人がその、うん、自分自身のそれは問題として受け止めて変わらなきゃいけないとなった場合に、はい。でそれはやっぱりなんかなんかそのきっかけをきちっと それを大きな流れれにするっていうそ,ういうそれは2022年に起こったことがそのきっかけじゃないですか円安ってのは日本人にとってあんまりいいことではないっていうことを多くの人が気がついたわけですよねでそれから物価が上がががが上上ってもも賃金が上がらないいいうことも気がついたわけですよね、うん、だから今までの政策がおかしいっていうことを多くの人が分かり始めたんじゃないですかだからこれ今はそういう意味ではある種のチャンスですねうん そのチャンスを捉えるべきですねで、はい、で例えばそのためにはやっぱりそれぞれあの勉強のため本を読んだり全部見たりそれから学校行ったりっていうのが必要になりますけどそ,すそのためにやっぱりその,あのやっぱりお金とかノウハウとかが必要になるわけで,で例えば奨学金の充実は非常に重要ですよねああでも奨学金だけではうまくいかないかつまり奨学金今あの返さなくてはいけない返すためには、はい その技能を取った時に給与が上がらなければ返,らない返せないわけでしょ、うん、だから日本政府は今、そのですね、返却不要の奨学金を検討してますけれど、うん、それだけではうまくいかないんですよ。うん、返さなくちゃいけないから。うん、で、日本の企業はそういう,う知識を得た人を高く処遇していないので返さないんですよね。うんうん、アメリカのビジネススクールを出ると、初任給でですよ。 4000万とか5000万とか、はい、場合によっては7000万円とか、そういう年収が得られるんですよ。うん、だから2年間、死に物狂いで勉強すれば、数年間で高い事業を返せるんです。うん、そういう事態にならなくてはいけない。なるほどあの。簡単にはできませんけれど。奨、はい、学金は非常に重要ですが、奨学金だけでは解決できないです。給与が上がらなければどうしようもないんです <laughs>。結局そこ行くわけですね。やっぱり賃上げですね。<laughs> やっぱり一般的な賃上げではなくて、今申し上げたのは、高度専門家を処遇しろということです。<ー>で、これは日本がやらなければ、<ー>それは外国、はい、アメリカに取られるんですよ。高度専門家の海外リフトはすでに始まっています。日本から。だって、ガバで働けば、2年間働けないですよ。<laughs> 4000万円得られる。一層日本で働いたのと同じじゃないですか。 外国に流れるのは当たり前のことですよね。これからそれが顕在化すると思います。すそうなったら本当に深刻な危機ですね。今 NTT がそれガファ呼び声とか言われて、せっかく人材育てたらどんどん流れていっていっあの話。そのために NTT はですね、どこで働いてもいいとか、はい、飛行機で通勤してもいいとかですね、そういうことをやって必死で食い止めようとしてるでしょう。うん、あれは NTT にとどまらず日本の あのー、企業に多くの企業にそういう問題が発生しますね。はい。だから緊急の対処が必要ですね、はい。なるほど。で、あとは会員の方からの質問です。元時事通信の長澤です。先進国からあ脱落寸前の日本は、政府の政策を自分のものと真剣に考えずにずっとぬるま湯の中に、えー、浸っていた、使っていた国民の側に責任があるのでしょうか。それとも政府の打ち出す政策が 明確でなかったことに問題があるんでしょうかという質問です政府の打ち出した政策は明確だったと思いますああそ円安政策はその一つですね極めて明確です先ほどから強調しているように、はい、円安あの安売り競争ですね、うん、そして従来の高度成長期型の産業構造を残すということですよね、うん、社会を変えないということですね確信、うんうん、それは多くの国民がそれがいいと思ったんじゃないですか それが先ほど議論したことですよね。なるほどでまあそう言いつつ今とにかく政府はあのこれまでとでは違う本当にそのデジタル人材を育成しようという政策は打ち出してるという形にはなってるんです,がですけどそれはやっぱりそうはなってると思ってますが形にはなってますとおっしゃるように <laughs> 形だけです中身はないと思いますなるほどそれが先ほどデ,デジタルデイン投資構想について申し上げたことですねあるいはリースキリングの補助金について申し上げたことですねなるほど で次の質問です、えー、こ,これは、えっと、所属とお名前書いてませんが、えー、高度人材に対して高い処遇をしながら実現できる技術としてはどのようなものがあるのでしょうか、半導体の微細化でトップに立つとか、NTT が言っているような、その ION ですね、で言っているような光による情報処理のようなものなのか。 どうお考えになるでしょうかとはいあの半導体の微細化は難しいと思います実は私は大学で半導体の専門家だったのであそうなんですか私は応用物理学館の出身ですから<ー>半導体なんですけれどもそれでだけど大しを入られたんですかそうですよ <laughs> <laughs> あの半導体の微細化は残念ながら難しいですつまりこれはですね、うん、あのものづくりじゃないんですデータなんです ソフトウェアなんでですすこれは昔からそう,ですう半導体で日本が強かったとよく言われるんですが昔から強かったのは DRAM つまりメモリーなんですね、はい、ロジック半導体じゃないんですんその頃 CPU と言ってますが、はい、CPU っていうのはほとんどソフトウェアなんですこれは今に至るまでそうですうだから微細半導体の製造機械を作るっていうことは日本はできますし今でもかなりあの 日本はあの世界で地位が高いんですけれども、うん、ただこれでもですね、製造機械でも今、日本は抜かれてるんですね、例えばオランダの企業に。うん、だから半導体の技術は今、世界のレベルが高すぎて、日本が追いつくのは大変難しいですね、先端的な半導体に関しては。うん、私はですねああの、一つの参考になるのは、 ガーファーなんですけど、ガーファーっていうのはビッグデータの活用によって著しい経済価値を実現しましたね。はい、ただ、ガーファと同じことをやるのは難しいんです。うん、つまり、ああいうそのプラットフォームをですね、日本企業にやる。これは今になってはちょっと難しいですね。ただ、ビッグデータの活用は可能だと思います。うん、それはマネーです。マネーのビッグデータの活用です。<ー>これはありうるんですね。うん、で、 このための条件は整いつつあるんで、特に銀行が持っているあのデータを外部の企業が活用するという、銀行 API の公開って言ってるんですけれど、これは技術的には可能になってるんですね。で、その方向で新しいビジネスを確立できるかどうかは日本の一つの重要な方向づけになると思います。あの 今あの、野口さんがおっしゃられているそのデータの,その活用、その銀行での活用っていうのは、あれですか要するにあのアリペイがスマホでやってるような、もうその人の信用情報から何から全部。アリペイの,の信用スコアリングですね。はい、アリペイはそれによって成功したんですね。はい、そうです。あ,<ー>あれによって、それはあのアリペイだけではなくて、例えばイギリスの,あのスタートアップ企業もですね、あの銀行の API の活用によって、 信用スコロナで緊急融資を診断するのに日本では23ヶ月かかってるんですがその、あのー、アプリでやるとですね、はい、60秒で完結したっています<ー>それほどの大きな技術革新なんです。銀行 API の活用、銀行データの活用は一つの非常に大きなポテンシャルだと私は思います。あ ただ日本の電子マネーは乱立しすぎていて、うん、それに使えません残念ながらこれを変えることが必要なんですね、うん、決して余裕ではないんですけれどじゃあもっともっと今いろんな「何々ペイってたくさん出てたりしますけどあれがもうちょっとこうまとまらないとダメってそうですまとまらないとダメですでなぜまとまらないかっていうと日本の電子マネーは 手数料収入のビジネスモデルなんですよ。<ー>手数料でビジネスを成り立たせようとしてるんですね。ある程度は全く違うんです。手数料がほとんどなくて、さっきの信用スコアリングで収益を上げてるんです。なるほどだからデータに関する産業はですね、直接に利用料でビジネスを成り立たせようとしたら間違いなんですよ。うん、うんそれで 次の質問です。あの、はい、えっと、今の質問された方は、読売の石黒さんという方ですが、えっと、その質問の続きなんですけど、そのアイ o ン NTT はですね、光で半導体のデータを動かすのをす含めて、ただ、今まで光っていうと、その大きなその幹の部分、その、 流通の部分を光でっていうのは当然昔から光通信としてあるんですがそうじゃなくってもう半導体の中の処理まで含めて光半導体みたいにですね、うん、あのいければという壮大な構想を今進めようとしてるんですけどこの可能性はいかがですか、うん、これは私よくわかりませんけれども当然あり得るでしょうね、うん、それによってあのスピードを上げるっていうことはあり得るんじゃないでしょうか。 その類のの類技術っていうのはあるでしょうねもし可能になったら、これは大きいですかうん、ちょっと評価できません。あの半導体のです、ねはい、スピードを上げる技術ってのは、いろいろ考えられていて、つまり平面じゃなくて立体にするときですね、はいはい、その類の技術もあるんで、どれが勝つかは分かりませんね、うん、その一つの可能性として、そういうものはありうるんじゃないですか。なるほど ただ先ほど来申し上げてますように、先端的な半導体っていうのは、ハードウェアというよりもソフトウェアなんですよね。そこが問題なんですね。日本はソフトウェアは非常に弱いんです。なるほど、わかりました。えっ、ー、と、どんどん時間が迫ってきましたので、次の質問に移りたいと思います。 あえっと、また毎日放送、石田さんですという質問。日本の企業の内部留保が過去最高となっています。政府としてもそれをいかに市場に吐き出させるかということに苦心しているように見えます。で法人税を上げて、そのプレッシャーで従業員の人件費として吐き出させればと思いますが、それは短絡的でしょうか。法人税を上げれば外国資本が日本に寄りつかなくなる。 とというこただその前にですね一つ誤解があの大きいので申し上げたいんですが、はい、つまりあの日本で内部留保が多いのは事実なんですけれども、はい、それはですね企業が設備投資や何かをしないでですね、うん、ただお金を持っていると、はい、遊ばせているというふうに考えておられることが多いんですが <laughs>、はい、そうではないんですね。 うん、そうではなくてあの、日本のいわゆる内部留保、あの利益需要金のは、資産の側で言えば固定資産にかなり対応してるんです、つまり設備投資がそれで賄われた部分はかなりあるんですね。うんうん、だから決して無駄ではないんです。うんうん、ただ、あのー、利益叙余金が多すぎることは事実ですね。でそれは法人税が引きぎるからです。 私は法人税率を上げることは賛成です。なるほど。ですからまず取るべき法人税率、法人税でちゃんと取ってないから内部留保を吐き出させようということになるけど、それは本質的には法人税を上げていいんだと。あの日本の法人税率は世界的に高いとは言えませんので、なるほど。はい、上げる余地は十分あると思いますね。 でだけど、それするといやいやあの、海外との競争でっていうのがあの、これまでの大きな流れでしたよね。あのい,いえ、日本の法人税率が高いために、日本の競,競争率があの下がったっていう事実はないと思いますよ。なるほど、なるほど、分かりました。で、そうすると、あの一方でですね、要するにその国際的に、えー、そういう、その、 ガーファーとかそういったそのプラットフォーマーが巨大な利益をまあ独占しているということに対してもっともっとそれは国際的な連帯税のようにしてですねあの強調してその法人税というものをあの一定クラスにしてあのちゃんとそれは税を納めてもらうんだっていうようなその大きな流れもあるんですがこれはどうですか 法人税率に最低率を作るというのは私は賛成ですしすでにそれについては国際的な合意ができていますので,、はいですね、今後そういう方向に進むと思いますけれどもただそれによって GAFA のです、ね、巨大な利益が影響を受けるとは私は思いません、ねはい、ああいう状況はそれに関わりなく続くと思いますねうんただ法人税の最低税率は私は賛成ですけれどもどあの公平の観点から言って なるほどつまりそれが使われているところで法人課税してないからいはいうその理屈には私は賛成です。なると、はい、その一方でやっぱりその例えばそのアマゾンにしても何にしても今ほとんどその日本の,です、ね、その中小の企業が本来上げていたその利益っていうか商売っていうのはもうほとんどもうあの集中されてそういう特にアマゾンに代表されるところにもう集中されてみんなが 儲けられなくなっているっていうゆる受信が、しかもう今できつつありますよね。ねこれ、どうすればいいですか？うん、まあ、あの書店なんかについては、もう,う、ね、ずっと前からそういうふうに状況が続いてますよね。大変大きな問題ですね。はい、つまり、それは日本がアマゾンに対抗できるような新しい流通のシステムを作れ、作れなかった。まあ、日本だけに限ったわけじゃないんですけれど。はい、全世界的にそうですけれどね。なるほど。なるほど。 分かりました、はい、そ,れそれではあの大体あの質問もあの、はい、お答えいただいたようなんですが、最後に、最後にですね、の今日お話しいただいた中で、とりあえず、まず日本が何から手をつければいいのか、それはすでに申し上げましたが、政府が無駄な補助金をやめること、はい、<laughs> なるほど。はい、それは、はい、いや、それは私、非常に真面目に言ってるんで。はい このままでいけば日本の生産性は低まる一方ですよあの。今まで日本の農業がなぜ衰退したか、高度成長期に。うん、農業は補助金付けになったから生産性を上げられないで、三、はい、ちゃん農業になったんですよ。うん、それが日本の高度成長期の農業の姿です。うん、そして2000年以降ですね、それが製造業に及んできたんです。製造業が あの補助金を政府から求めることによってです、ね、生き延びようとしたんですね。うん、で、その結果、いろいろな補助金ができて、はい、政府主導、いろいろな業界再編の仕組みがなされましたけれど、うん、私はことごとく失敗したと考えています。うん、だからこういう政策から転換することが、私はとりあえず今すぐにできるせ、政治的に決断すればすぐできることですから、それが最も重要なことだと思っています。うん、ただし残念ながら 現実の政策は全く逆方向に進んでますね、うん、半導体の工場に補助金を出したりですねそれからリスキリングに補助金を出したり等々お、まああえて言えばデジタルディーエント非構想というのもその一つだということができるかもしれませんね、うん、これは今すぐでも決断すればできることですねただ非常に難しいと思いますがとするとその企業に対する補助金ではなくてどう 個人が努力するそれを後押しするようにそのお金をどううまく使うかさ例えば先ほど言った奨学金というのはその一つの例ですねなるほどそその奨学金ももうあの出世払いなどということよりも基本的にはもう渡しきりでもいいそうですそうです渡しりでないとうまく機能しないと思いますそうでなければ企業、うん、が高度専門家に高い給与を払って返済できるようにすることですよね、うんうんで そうなると、もうもともとその、これはもう、あの、北欧なんかでもやってることですが、もうとにかくその大学まで。高等教育も無償化、その奨学金っていう、あの、ことよりも、もう、そもそも無償化っていう話はどうなんでしょう。成績のいい学生に限って無償化すべきです。<の>奨学金は成績に応じて出すべきですよ。すべてのだ、あ,あ,あの、学生の、あの、学費を無償にするのは、私は反対です。 成績です。成績が非常に良ければ、全く学費がないようにするわけですよね。あるいは生活を保護したっていうわけですよね。うん、成績です。なるほど。はい、はい。ありがとうございます。えー、今日はあの大変あの<っ>重厚な あの重要な深いお話、うん、どうもありがとうございました。大変ありがとうございました。は,はい、えー。ありがとうございました。えー、雇用問題研究会の第七回目、はいえー、一橋大学名誉教授野口清さんにどうすれば日本人の賃金は上がるのかというテーマでお話しいただきました。今日は野口さんどうもありがとうございました。どうも大変ありがとうございました。ありがとうございました。